交通量が増える夏の行楽シーズンに備えるため、今朝は取り締まりを前に東名阪自動車道亀山パーキングエリアで出動式が行われました。式典には白バイやヘリコプターも登場し、三重県警高速隊の伊藤克彦隊長が、夏休みに入るとレジャーや飲酒の機会も増え事故が懸念される、高速隊の総力を挙げて事故抑止に取り組みたいと訓示を述べました。三重県内の高速道路と自動車専用道路での今年の交通事故による死者は昨日まで1人にとどまっていますが、交通事故の数は265件増加しています。三重県警高速隊ではヘリコプターで上空から悪質な煽り運転やスピード違反を監視し取り締まりに当たるということです。